おはようございます。今日は先日拝見しました京都うずまさ物語について語りたいと思います。山田洋次監督、山田洋次監督だけじゃなくて地元のディレクターも一枚噛んでるわけですけれど、一応山田洋次がまとめてるっていう感じの作品で、山田洋次監督といえばもう人情喜劇の巨匠ということで誰もが知る存在ではありますけれど、今回もちょっと本戦は人情喜劇でありながら、やはり主演がエグザイルの宇佐ということで、仕事の関係で見たわけですけれど、宇佐ってあんまり芝居もうまくないしルックスもあれなんで、あんまり役者として良くないかなと思ってたんですけど、やっぱダンサーとしては一流ですね。本当にダンスシーンだけがめちゃくちゃ良かったです。本人の、妄想の世界みたいな感じの描き方で、エキセントリックな描き方をするんですけれど、そのシーンだけがやたらとかっこいいのがすごく印象に残りました。では、またお会いしましょう。